その場に痛み取りたいのもあるけど、それやってきて改善しないんでしょ、根本的に。もうそろそろやめたらって思います、個人的には。終戦国最後の砦、はい、生体復活委員長で理学星の松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整形外科、整骨院、生体に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さん向けに根本的に痛みを改善するための動画になっていますので、ぜひ見てみてください。松田さん、はい、結構治療して終わって、うわー治ったみたいな動画多いじゃないですか。あ楽だったみたいなやつね、はい、はいはい、あれって実際どうなんですか？それももう YouTube チャンネルの闇に入ってきますね。まあ動画だけじゃなくても。まあまあそうだね。その場だけで良くするって治療法の話ですね。はい。まあこれどっちがいいですか、辛口と甘口。日本酒みたいに聞くけど。日本酒は辛口が好きですね。いや俺甘口やな。なんで聞いた？何の話やねん。ぶっちゃけの話ですよ。いろんな人の治療法もあるし、いろんなものもあるし、どれも良くなればいいと思います。足の治療やろうが、関節の治療やろうが、筋肉やろうが、マッサージやろうが、素晴らしい、なんかすげえなんかエビデンスがあるみたいな注射だったりとか、都市医学やろうが、いわゆる手技というものは何でもいい。ただ、改善してればいいです。自分の痛みが。ただ、やっても戻ってしまう。痛みがまたぶり返すのであれば、それは俺はもう痛みが治ってる。改善してるとは言ってないです。私が言う改善するっていうのは、痛みが1週間後も出ない、1ヶ月後も出ない、1年後も出ない、2年後も3年後も出なくって、好きなことがちゃんとできる、これが俺が言う痛みが治る、改善するっていうところですと考えた時に、じゃあ今痛みを取ることが必要なのか、もちろん大事なタイミングもありますですけど、その場で痛みを良くするって違うんじゃないですかと思います、個人的に。でも痛みがあって、うん、整体院とか、はいはい、整骨院とか行くじゃないですか、うん、それはその場で治った方がいい、なんていうんですかね、はい、もちろんいい。じゃあよく考えてみて、今までどれぐらい痛かったって話、3年痛い、10年痛い、30年痛いって人いるよね。それが1日で良くなるってさ、やばくない？いわゆる借金と一緒ですよ。借金と一緒のように体ってどんどん悪くなってるから、最初の3年ぐらいで100万円借金しました、なんか返せそうですよね。1日で返せるか、まあ頑張ったらなんとかいけそう。例えば30年だったら1億になりました、1億円1日で返済します、返済しましたって言われたらどう思う？お前なんかやばいことやったろってですよ。例えば闇金から持ってきました、1億返しましたってなったら問1でなっててめちゃくちゃヤバくなりました、よく聞くわけよ。だから30年の痛みを1日で良くしましたって言って、翌日どうだったか、1週間後どうだったか、もう痛くて歩けませんでしたって人がめちゃくちゃ多いのよ、ぶっちゃけた話。ってなった時に、俺もその場で痛みを良くしようっていう治療はもちろんやろうと思えばできるしできますけど、やって後に患者さんが悪化する確率はめちゃくちゃ高いなと思うんですよ。特に重症の方であればあるほどって考えると、その場で痛みを取るっていうこと自体やっぱ体への冒涜だと思います、個人的に。だって体って悪くなりたくて悪くなってるわけじゃないじゃないですか。体を良くしようと思ってるわけよ。なんとかごまかしごまかししてるわけよ。例えば捻挫しました、ビッコ引いてるのがなんで歩けるかって言ったら、なんとかこうやって左足が頑張ったり股関節が頑張ったりしてるわけよね。じゃあこのままずっとやったらどうなるかって言ったら、頑張ってるところ壊れちゃいますよねって話だったら、ちゃんと根本的なとこ解決しようよ。じゃあ捻挫ってすぐ治りますか？治んないんですよ。ちゃんとアイシングして、ちゃんとその後に動きを出して、ちゃんと筋肉を戻していくって、バランスを整えていくことによって初めて元に戻る。じゃあそれって1日でできる人もいるんです。針を刺したりとかね、いろんなことすれば。でもそれって全員ができるわけじゃないでしょってなったら、ちゃんと体の中の回復期間というのをちゃんと取って治していくべきやと思います。で最終的によ、痛みが戻っていく、ぶり返すって何かって言ったら、結局運動療法が足りてないからだと思う。マッスルインバランスって考え方があって、筋肉のバランスが悪くなるんですよ。これがやっぱり根本的に解決しないといけないと。例えば腰が反るじゃないですか。腰が反って痛いなった時に、この筋肉が短くなっちゃって、ここは硬くなってるから、ここをほぐしていこう、ストレッチしようってしてあげると、この中の筋肉って緩まるから楽になるんですよ。ただまた硬くなるんですよ。なんで？ほぐした他に引っ張っちゃってるところとかがあるから。違う。なんでかって言ったら、また反っちゃうからなんですよ。反るからまた短くなって硬くなっちゃってる、だから痛いんですねって話。ってことはよ、これ大事なのって何かって言ったら、この
反ってしまってるのをこう戻してあげる、反るのを曲げていくっていうのが必要なわけじゃないですか。って考えた時に、後ろが短くなってるってことはどこの筋肉が働いてない？前。そう、その通り。前の筋肉が伸びちゃってるから、この筋肉後ろが短くなってるね。で、これが筋肉のバランスが悪い、前が伸びて後ろが硬すぎる、この状況が起きた結果が反り腰なんですよ。ってことは、この反り腰改善しようと思ったら、この後ろが短い、前が長い、伸びきっちゃってる、これを改善しないといけない。じゃあ何をしないといけないかって言ったら、前を鍛える。正解。前を鍛えてあげることで後ろが勝手に伸びてくる。シーソーと一緒なんですよ。こんな状態になってて、でこっち側が短くなっちゃってる、こっちが長くなってる、こっちを緩めたところで戻ったとしても、こっちがまた重かったらもうこうなっちゃうし、であればこっち側をしっかり収縮できるようにすればバランス良くなって、こっちの筋肉が伸ばされていく。そうすると明日も痛みがぶり返せない、1ヶ月後も痛みがぶり返せないって話。であれば何しないといけないかって言ったら、前の筋肉鍛えましょうよなんですよ。じゃあ今日を筋肉鍛えてムキムキなれますか？明日なれる？なれない。なんで？筋肉だから渡ってはいる。そう、筋肉だからなんですよ。やったことある人は分かるけど、じゃあ今日筋トレして明日ムキムキになるかって言ったらならないんですよ。あーってバチバチになって筋肉痛みたいなのが起きて、でまた筋トレしちゃうことによって1ヶ月後にちょっとずつ力が突き出して、3ヶ月ぐらいしてやっとこんなになってっていう形になるわけですよ。だからちゃんと筋肉を鍛えていくっていう、やっぱり習慣と筋肉にちゃんと負荷をしっかりかけていくっていうタイミングが必要。筋肉って鍛えてからだいたい3日から5日で回復をしてきます。ってことは、やっぱ治療してまた3日休んでからまた運動療法をやって、また休んで3日後に運動療法をやってっていう休息と運動のタイミングを取りながらやっていくことで、徐々に徐々に筋肉量が上がっていって、さっき言ってた後ろ側が反ってしまって硬いっていうのを前から鍛えていくことによって、反ってるのを改善していくことによってバランスがいい状態、そうするとこっちがずっと伸びっぱなしになってる、硬くならない状態、それが痛みが戻らない状態。だからこの筋肉の状態をしっかり解決してあげないと、そもそも痛みの戻りって解決しないよね。そう考えた時に、今日痛みが根本的に取れるか、私は無理やと思う。もちろん関節の治療をしたりとか筋肉の治療をして筋肉のバランスを改善する、だけど結局この筋肉の前側が運動療法やってなければまた戻るよね、反るよね、これ変わらないはずです。だからやっぱりうちでは運動療法っていうのをやったりとかしてやってきますけど、患者さんに言います、すぐに解決するわけじゃない、根本的に解決したかったら時間さえくれればちゃんと解決できますって話をします。だいたいこれが人によって違いますけど、2ヶ月か3ヶ月はマスト、そこからどれぐらい改善するかって言ったら3ヶ月6ヶ月って人もいます。ですけどこれらの時間かけていただければちゃんと卒業できますって言って、他のとこみたいにずっと通ってくださいじゃなくって、これぐらいで治療をしっかり終わっていきましょうと言えるのがやっぱりね、うちの特徴でもあるから、結果その方が金額もかかんないと思うし、根本的に解決できて筋肉量もちゃんとバランス良くなってきて、で自分がしたいこともできていく、でその後にまだメンテナンスとして通いたいといえばメンテナンス通ってもらってもいいしっていう形になってきます。だから痛みを根本的に戻りなく改善していきたいと考えれば、俺はその場の痛みを取るっていうことはもちろん大事なタイミングもあるけど、手術をしたくないっていう人であればちゃんとここのバランスを整えていく、いわゆる運動療法、緩めて鍛えて、そして運動まで加えていく、ここがすごく大事なんじゃないかなと思います。結論言うと、その場だけの治療はやるなおすすめしない、これが俺の結論です。まあでもリアクションは本物ですもんね、うん、その場では良くなってる、その場では良くなる。ただぶっちゃけた話、ある程度のトリガーポイントだったりとか、ある程度の関節治療ができればその場の痛みのは大体取れます。腰痛だったら中殿筋のあたりとかギュッてやったりとか、肩甲骨があって剥がしたりとかすれば楽になるんで、絶対バックラインって早くなりましたってなりますけど、また硬くなるんで筋肉は、であればあまた痛くなった、逆に動きすぎて腰が痛い、これ結構あるなって気はします。これちょっとクレームとかこんかなどうなんですかね。どうなんですかね。ちょっと気になったんですけど、シーソーって言ってたじゃないですか、うん、今度前側がうーってなって、今度前が頑張って痛いってことにはならないんですか、うん、基本的には前側を鍛えすぎて前側がこうなって曲がりすぎるってことはないです。理由は異可動性っていう原理があって、これは私が作ったものです。骨ってそもそも腰ってどっちに行きやすい、反る、そう反る方なんですよ。なんでかって言ったら、人間の体って上から重力かかってるんで、重力かかった
ったものを分散させないといけないんですよ。上からかかったものを分散させるときに一番いいのがこういう波を打つ形状です。バネみたいな構造をしてるとこうギュッと体重を、つまり重力を支えることができる。で逆に重力で支えたものが解放されると次のパワーになる。しゃがみ込んで上に上がるのと一緒。だからこれって前側を鍛えすぎて曲がっちゃうってことは基本はないです。圧迫骨折がない限り。なんでかって言ったらそもそも反りやすい場所だから逆に意図的に前側を鍛えてないといけない。ただポイントはですよ。これ面白いのは私運動やってるんですよっていう患者さんほど痛くなる人が多くて独学でやってる人ほど。例えば腹筋もあのお医者さんに腹筋やれって言われたから腹筋毎日やってます。でも腰痛くてって人いるんですよ。じゃあどんな腹筋やってるんですかって聞くとこの腹筋やってます。これ何かって言ったらこの腹筋ってどこ鍛えてるかって言ったら胸椎の曲がりやすいところ曲げてるだけなんですよ。でここ曲げれば曲げるほど何が起きるかって言ったら前に倒れちゃうんで体が起こそうとして腰がさらに反ります。どこかが前に行けばどこかが後ろに行かないといけないんですよ。これ人間の体のバランスですって考えた時にこの腹筋してるといわゆる腹直筋の上部っていうとこばっかりしてるとこれ曲がっちゃうから腰が逆に反っちゃう。でどこの腹筋鍛えないといけないかって言ったらこっちなんですよ。何かって言ったら下腹部です。腹直筋の下っ腹のところここを鍛えてあげることによって骨盤が後傾する。そのところによって腰椎がいわゆるこういう風に丸くなりやすい状態が起きる。そうするとしっかりまっすぐ立てますよね。これ上だけ鍛えちゃうとこうなっちゃうからじゃなくてこう反りすぎてるところのここです。こっち側を鍛えてあげることでバランスよくしていく。だから腹直筋の上部じゃなくて下部鍛えましょう。で大体腰椎の人ってお腹下っ腹ぽっこりしてますよねって話。ここ鍛えないと本当はっていう形になるけど、女性の人だったら子宮があったりとか、あと男性とかだったら肥満で内臓脂肪があったりとかっていうのもあったりするんで、この今言ったような運動療法のメカニズムと、あとちゃんとした方法で独学ではしないことです。やっぱこれはちゃんとした技術を学んだ人にちゃんと教えてもらいながらこの運動療法を取り入れていくってことがすごくポイントかなと思うので、まあうちのね MSM メソッドってこれあるんですけど、これは緩めて鍛えて、そして運動に変えていきましょうっていうメソッドです。これはね整体院復活って言って全国でやってる店舗でやってるので、もし気になる人がいたらね、ぜひ概要欄の方から整体院の情報を貼っているのでそっちの方ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。すごく自分の中の疑問が解消されました。そうですね、正直その場で痛み取りたいのもあるけど、それやってきて改善しないんでしょ、根本的に悩んでるんでしょって話だから、もうそろそろやめたらって思います。個人的にはちゃんと時間かけてください。時間かければ改善できる方法もたくさんあります。今までかけた時間分、悪くなった時間分ちゃんとかけてください。全部かけるわけじゃないです。悪い10ぐらいしてもらったりです。例えば3年であれば3ヶ月間、10年であればだいたい1年間、1年まではないと思いますけどっていうぐらいです。ちゃんとやっていけば解決できるかなと思いますんで、ぜひね、この痛み根本的に解決したい、手術したくないって方はですね、整体院復活やってますんで店舗の情報ぜひチェックして見てみてください。あとチャンネル登録、高評価、コメントいただけるとすごく励みますので、ぜひねそちらの方もよろしくお願いします。ぜひね、痛みを根本的に解決して痛みがない生活を送ってみてください。では今日はこれで終わりましょう。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。